なんだかこうして君と一緒にバトルしてると昔のこといろいろ思い出しちゃうな。あの頃よく一緒にガンプラ作ってたよね。朝から晩まで、お父さんたちに怒られるまで。うん、君は怒られてからもまだ布団の中とかで作ってたでしょ。私知ってるんだから。すごいよね。私の方がお姉さんなのにいつも私より上手に作ってた。ガンプラ作り以外は点でダメなのに。私君の作るガンプラが好きだった。なんていうのかな、あったかい、そんな気がして。なんてちょっと恥ずかしいことも君にはなぜか言えちゃうんだよね。とにかく私は平気。本当に一人きりだったらくじけちゃってたかもしれないけど、今はイオリちゃんやマリカちゃん、それに君がそばにいてくれるもの。泣き言なんて言ってられない。もう二度と負けないんだから、これからもよろしくね。あー楽しかった。やっぱりうじうじ考えててもしょうがないよね。でも不思議、昔から困ったことがあっても君と話してるとスーって嫌な気持ちが消えていくの。いつもお姉さんらしくって思ってたんだけど、君には助けられてばっかり。私思い込むと目の前しか見えなくなっちゃうことも多くて、そんな時でも優しく見守ってくれてるし、君には本当に感謝してるよ。だからね、そのもう君って時々ずるい。こういう時だけ年下のふりするんだから。少しだけこうしてていい？嘘、少しじゃなくてずっとがいい。昔からちっちゃかったあの頃からこんな日が来たらいいなって思ってた。だから転入生として君がこの学園に来た時、これは運命なんだなって。もう笑わないでよ。でもこれだけは約束できるよ。今の君と私なら絶対誰にも負けない。ここまで来たらあとは勝つだけ。あと一息頑張ろう。くしゃくしゃ、こんにちは。マリカちゃん、もしかしてまたずっと机の下で。見てません、聞いてません、何も。そのキスとかしてない、してないよ。そこまでは。また随分賑やかですね。何をまだしてないんですか？キスですか？なんでもないから。っていうか、なんでイオリちゃんいろいろ知ってそうな顔してるの？この部室はいつ生徒会に狙われてもおかしくありません。ですから防犯用にカメラやマイクを。まさか今の全部。よかったですね。おめでとうございます。やあ、はあ、片付けても片付けても終わる気がしない。いくらなんでも散らかしすぎよね。椎名くんも瀬名くんもちゃんと片付けてから引退しなさいっての。もう、あとで涼子たちが手伝いに来てくれるとは言ってたけど、今週は片付けだけで終わっちゃいそうだね。でもなんだか不思議、こうしてまた生徒会役員として生徒会室に戻ってこられたなんて。私は3年生だから任期が短くて申し訳ないんだけど、よろしくね会長。ところでこの部屋って先生たちも来ないし、
生徒も生徒会役員以外は入れないし、それで今私たちは二人きりっていうか、結局君は私のことをどう思ってるのかなみたいな、せっかくだからちゃんと聞いておきたいなって。ブレークショイ、またこのパターン。すみません、伊織先輩に言われて。今日あたり面白いことがあるから机の下に隠れてろって。恋のミッション失敗ですか？残念です。次の機会を待ちましょう。3年ぐらいは待つぞ。涼子まで？っていうか3年って星のクズ作戦じゃないんだから。ああもう台無しじゃない。行こう。あ、逃げられました。仕方ありません。今日のところは二人きりにしてあげましょう。明日からまた生徒会の仕事は山積みですけどね。やっぱり私たちはガンプラで語り合うのが一番だよね。サイドゼロのみんなは大好きだけど、こうして君と一緒にガンプラバトルしてる時が一番幸せ。私が私らしくいられる、そんな気がするの。だからこれからもずっと一緒に。約束だからね。それじゃあ二人のミッションスタート。バトルに付き合ってくれてありがとう。さっきの話なんだけど、副会長の話。私が昔ソロモンの魔女って呼ばれていたって話聞いちゃったよね。そっか、ごめんなさい、勝手なことをして。でも私はそっか、そうなんだ。私の過去をみんなに、あなたに知られるのが怖かった。だからこんな。でも逃げてばかりじゃダメだよね。聞いてくれる？私の話。前に私のバトル中の様子が変だってみんな言ってたわよね。多分それは中学の頃のことが原因だと思う。中学時代の私は力が全てだと思っていた。バトルでは負けなしで、それでいい気になって何もかもが自分の思い通りになると思っていたの。そう、今の生徒会のように。その頃の私は周りから鉄血の乙女とかソロモンの魔女なんて呼ばれ方をして得意げになってたわ。だけどある日、とあるバトルで完敗したの。実力だけじゃなくて心までも。その時にようやく気づけた。私は間違ってたんだって。力は所詮力でしかなくて、正しさを決めるのは自分の心の強さなんだって。私は自分が恥ずかしくて変わろうと思った。知り合いのいない遠くの高校を受験して本当に正しいことができる私になろうって。でもダメだった。結局何も変わってなんかいなかったんだわ。一人で何とかできるって思い違いをしてた。チームのみんなにもこうして迷惑をかけて、一人で勝手に負けてごめん。ごめんなさい。私ガンプラやめた方がいいのかも。何よそれ。中学の頃の私なんて知らないくせに。でもありがとう。私あなたと同じチームでよかった。
冷静になったら今死ぬほど恥ずかしい。その落ち着いたら戻るから先に帰ってて。お疲れ様。真面目な話をするとね、最近ちょっとガンプラの楽しさを見失ってた気がするの。生徒会のことを意識しすぎて空回りして、今思うと本当にバカだったなって。でもあなたが目を覚まさせてくれた。思い出せたの、初めてガンプラを作った時の感動を。それでね、私そのバトル中はあんな感じだし、ユイ先輩とかマリカみたいに可愛げもないけど、そのあなたのことが、うん、その好きなんだと思う。あなたはどう？私と一緒にいてくれる？ありがとう。私ね、この学園のみんなにガンプラバトルの強さだけじゃなくて楽しさをもっと知ってほしい。それが私の本当に目指すものだって気づけたの。でもきっと一人だと迷ってくじけそうになる時もあると思う。あなたと一緒なら、隣にあなたがいればもう迷わない。そう信じられる気がするの。だからこれからもよろしくね。ねえ、ここに置いておいたパーツ知らない？おかしいわね、どこにやったのかしら。もうしっかりしてよ。あなたが管理するって言ったから渡したのに。私たちのチームで使う機体のことなのよ。あの生徒会とのバトルからもう半年、新生生徒会の下で学園でのバトルが自由化されて、バトルルームも新装稼働したでしょ。これで元サイドゼロの私たち二人が名実ともに学園最強の名を手に入れるチャンスよ。え？だってそのあたりははっきりさせておかないと。頼もう！生徒会長、学園最強カップルの名をかけて俺たちとバトルだ。私たちこそが真の絆で結ばれた二人だって証明してみせるんだから。ああいうのがずっと挑戦してきて、その全然二人きりの時間が取れないじゃない。まったく、バトルを自由化したらみんな好き勝手に主張し始めて、私たちが学園最強カップルってことにされちゃってるけど、あくまで暫定なんですって。だから早くこの戦いにケリをつけて私たちの日常を取り戻さなくっちゃ。ほら行きましょう。ガンプラバトルの楽しさを伝えて、私たちの二人の時間も守るために。仲間と信頼し合うこと、それがお前たちの強さか。信じているからこそ任せるべきを任せられる。ありのままの自分を受け止めてくれる。それが実力以上の力につながる。そう、それが私たちサイドゼロのチームワークよね。仲間を信じたからこそか。私にはできなかったことだ、涼子。せめて少しでも良い方向にと思い生徒会に残ったが、私では何も変えられなかった。ユイ、私はあの時お前を信じられなかった。最後までお前を信じてついていくべきだったんだ。すまなかったな。うん、私こそもっと涼子と向き合うべきだった。私の方こそごめん。あなたの学園を思う気持ちに気づいてあげられなくて。涼子も頑張ってたんだよね。私ね、涼子
また一緒にガンプラバトルがしたいよ。そうだな、私もだ。楽しかったな。お前と一緒にいるとどうしてだろうな、何でもないことが楽しく思えてくる。思えばお前とはよくこうしてミッションをこなしたな。お前には本当に感謝している。ユイのことも生徒会のことも全てだ。私はその口下手なのでな、こうして戦場を共にしなければなかなか心の内が出てこないのだ。それで、あ、話があると言ったな。ユイのこともある手前、思うところもないではないが、私はこういうことに遠慮する性分ではなくてな。心して聞け。どうやら私はお前のことが好きらしい。ちなみにこの好きというのはだな、仲間としての好きではなく異性としてのそれだ。分かっているとは思うが、何をほうけている。女が勇気を出して告白したんだぞ。何かこう反応はないのか。いや待て、今はいい。そう、今度、返事は今度聞こう。我ながら拙速だった。だからもう今日は帰って。そうか、両思いだな。すまない、今日は帰ってもいいか。恥ずかしくて死にそうだ。市長、聞いているのか。生徒会長、まったく、鳴り物入りで生徒会長に当選したというのに、いつもいつも仕事をためて補佐する私の立場にもなってほしいものだな。ダメに決まっているだろう。そうやって後へと先延ばしにして、結局最後に慌てる羽目になるのだ。とにかくこの書類は今日中に目を通してもらいたい。前会長の敷いたランキング制の改定案だそうだ。この学園から再び笑顔を奪ってはならない。それは現生徒会の至上命題なのだからな。なんだその目は。バトルがしたい？遊びたい？今はダメだ。仕事をしろ、仕事を。まあ、もう少ししたら生徒たちもほとんど帰る。その後でならいくらでも付き合うからな。なのでもう少しだけ頑張るように。いいな、私たちの理想の学園はこうした日々の努力から生まれるものなのだからな。大丈夫、何も心配するな。たとえどんなことがあろうと、私はずっとお前の隣にいるのだから。これ欲しかったパーツです。やっとミッションクリアできた。先輩と一緒にプレイしてよかったです。本当にこれまで何度やってもクリアできなかったから、嬉しい、本当に嬉しいです。やっと手に入ったこのパーツ、やった。あのごめんなさい、舞い上がっちゃって。今日も先輩のガンプラかっこよかったです。動きもすごく勉強になって、あの、私も早くバトルを覚えてお役に立てるよう頑張りますから。今日も大量ですね。あの今二人きりだから言えるんですけど、私先輩に感謝してるんです。先輩は私にいっぱい構ってくれて、いろんなことを教えてくれて、その度に前向きになれて頑張れて、だから全部先輩のおかげなんです。それで一番大事なことなんですけど、
私、その、先に言うのずるいです。私から言おうと、かっこつかないです。先輩、はい、私も先輩のことが大好きです。あ、先輩だけじゃなくて、ゆい先輩も伊織先輩もみんなも。だから絶対勝ちましょうね。私、学園をもっと楽しく笑顔にしたいです。だってそれが先輩に教えてもらったガンプラの楽しさだから。恥ずかしいこといっぱい言っちゃいました。もう一度ミッションしたらリセットとかできませんかね。今日はありがとうございました。また明日からよろしくお願いします。それでは。先輩、また来たんですか？それは一緒にいてくれるのは嬉しいですけど、でも今日は生徒会で大事な会議があるって。あ、忙しそうですもんね、生徒会長って。全然作ってないんですか？それはダメですね。みんなが楽しくなるために学園を変えたのに、生徒会長が楽しくないのはダメです。だから今日は特別に先輩に協力です。サボりですね。ちょっと悪いことしちゃいましょう。先輩とガンプラ作るの久しぶり。生徒会長、生徒会長はいるか？うわ！話し声が聞こえた気がしたが、いないか。ここでもないとすると、一体どこに？あ、危なかったです。これでしばらくは大丈夫ですね。でも、大鳥先輩また来るかもですから、このままここでガンプラ作りましょうか。実は、こういう日のために、とっておきのガンプラ用意してあるんです。じゃーん！いっぱい作りましょうね、先輩！あー！見つけた！君リーダーでしょ！なんか超面白いことやってるみたいじゃん！私は上坂千夏、ちなちって呼んでね。くんくん。あれ？君って塗料の匂いがしないね。何でガンプラ塗ってるの？水性塗料系？もしかしてガンダムマーカー重ね塗り系？生徒会にマジで立ち向かってるって噂だし、ますます君に興味が湧いちゃったかも。ねえねえ、君のガンプラ見せて見せて。廊下じゃあれだから、秘密の場所に行こう。ふん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 。どんな感じにしようかな。今までにないくらい派手にしちゃうとか。あ、でも彼はクールな感じの方が好きかな。超悩む。凝りまくって超絶技巧デコにするっていうのもありなのかな。表面処理してサフ吹きまで完璧にやったし、墨入れして立体感は出したし、あとはラインストーンでゴージャスにデコっちゃう。私の独り言聞いてたよね。マジはずいんだけど。あー、もうダメ。ちょっと待ってよ、もうやばいやばいやばい、テンションマックスやばいんだけど。よし、トリマサワイド落ち着いたもんね。このガンプラは実は秘密にしてたけど言っちゃおう。実は今君のためにガンプラをデコってたの。本当は完成まで内緒にするつもりだったけど。でね、ガンプラを完成させるためにどうしても欲しいパーツがあるんだけど、一緒にミッションやってくれない？やった！
めっちゃ久しぶりだね、二人でミッションするの。うまくバトれるかな。私、君の力貸してね。やっぱり君は最高だね。めっちゃ楽しかったし、自由にデコったガンプラでバトルするのって超気持ちいい。これって全部君のおかげだってさっきバトルしてて気づいたんだ。私、親の都合で引っ越しが多かったせいで子供の頃はあんま友達がいなくて、家でずっと携帯とか鏡とかあるものを何でもデコって遊んでるような感じでさ、その流れでガンプラをデコるようになって、次第にガンプラバトルで友達が増えていって、デコるのもバトルも超楽しいって思ってやってた。それでガンブレ学園に入学したけど、生徒会が強さこそ正義だなんて言い始めてさ、正直この学園をやめようと思ってた。私が大好きなガンプラはここにはなかったし、どんなデコでも受け入れてくれて、誰でも自由に楽しめて友達と盛り上がれる、それが私のガンプラだったから。だけど最近はまた超楽しいってなってる。そう思えるようになったのは君のおかげ、超感謝してる。本当ありがとね。デコるのもバトルも前より超好きになった。だから言葉だけじゃ足りなくて、君に私がデコったガンプラをあげたくて、その受け取ってほしいな。私多分その君が好きなんだと思うし。マジ？やったー！まだ完成してないから超スピードで作るし。てか私君との約束明日だって勘違いしてて、それでさっき夢中でデコってたってわけ。デコりながら君のことをずっと考えてたんだ。マジこれヤバくない？めっちゃ純愛じゃない？こんな私だけど、これからもよろしくね。よーし、自由にデコれるガンブレ学園のためにみんなで力を合わせて生徒会を倒しちゃおう。はーい、並んで並んで順番だよ。今日もすごいね、千夏ちゃんの人気。しかもド派手に塗装されたベアッカイさんが学園のブームになってますよね。バトルに出てくるとびっくりします。それより生徒会の副会長になったからってどうして私が学園の子たちのガンプラをデコらなきゃいけないの？使いたい道具とカラーを使って自由に塗装ができるなんて最高でしょ。チナチーが望んでいた学園になったのよ。そうだけど、そうだけど、私は彼と二人っきりでデコりたかったの。でも見てください、みんなのガンプラがあんなに派手に塗られていて。これってやっぱり彼と千夏ちゃんの影響なんじゃないかな。そう？君はどう思う？マジマジ照れるかも。なんで照れるの？だって二人の力で学園を変えたってことは初めての共同作業をしたってことっしょ。あのね、ケーキ入刀じゃないのよ。これからもよろしくね、会長。で、その手に持ってるガンプラ、私があげたやつじゃん。しかも私より可愛くデコってある。すごいじゃん。あ、ちょっと待って、その肩のマーキング、もしかして千夏ちゃんのとお揃いじゃない？ちょうど左右対称にしてあるあたり、ガズエルとガズアルを思わせますね。先輩、大胆です。やだやばい、なんかコソコソしてると思ったらそんなことまでやってたの。嬉しいけどマジ恥ずかしいって。もうバカップル誕生ですね。ですね。今日はテンションマックス上がったから朝までデコりまくっちゃうよ。君も手伝って、二人で一緒にデコりまくろう。チークション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 。
シオン公国の臣民を増やしちゃうぞ。みんなシオンについてきてね。おー、シオンちゃん。うんうん、その調子。じゃあ一曲歌おうかな。聞いてね、レディウスの時空を超えて。うおー、好きだ好きだ。知らないっす。俺もう我慢できなくて。おいおい、これはちょっとやりすぎじゃ。誰か助けないとまずいんじゃないの。いて、いて、いて、冗談っす。本気じゃん。ありがとう。じゃなかった、大佐。シオン公国の臣民も時には暴走しちゃうの。だから大佐はいつもシオンのことを守っていてね。もう悪いことしちゃダメだよ。シオンはみんなのシオンなんだから。さすが大佐、シオンが見込んだだけのことはあるの。この調子ならきっとこのまま行けるところまで行けちゃうね。生徒会を倒してシオン公国を正式に樹立して。だから今のうちに言っておこうかな。今までシオンを支えてくれてありがとう。疑わずについてきてくれてありがとう。きっとシオンは大佐と一緒だからここまで来られた。知ってた？初めて会った時からあなたはシオンにとってただの進化じゃなくて特別な人だったんだよ。だから絶対離さない、話してあげない。これからもずっとシオンの隣に一緒にいてね。大佐ならそう言ってくれると思った。別に不安なんかなかったよ。これからも総統の右腕兼恋人としてずっと尽くしてね。まずは手始めに。もうちょっとだけ一緒にいてね。なんてことがあったなんて今は昔だね。あれから結局ゆうきさんは3年だからって生徒会長を辞めちゃって、選挙ではシオンの応援した大佐がぶっちぎりで選ばれて、その後もいっぱいいろんなことがあったけど、いつもシオンの隣には大佐がいたよね。チークシオン、チークシオン。応援ありがとう。部活も頑張ってね。よかった、みんな楽しそうで。でもまだまだこれからだよ。シオン公国の未来はまだまだこんなものじゃないの。もっともっと盛り上げて、いつか世界中を笑顔にするの。その時までずっと一緒にいてね、大佐。その足がかりとして次は日本統一。ふんふん、今のシオンたちなら世界統一だって夢じゃない。行こう大佐、シオンと二人で時の果てまでシオン公国の歴史を刻みつけるの。来てくれたんだね。ちゃんと後ろを向いててくれてありがとう。やっぱり顔見られるのは恥ずかしいから。私はここにいるけど絶対振り返っちゃダメだからね。それじゃチャットルームに入るね。やっぱりこの方が落ち着くな。私たちずっとこれで喋ってたしね。でもお礼ってことは気づいちゃったんでしょ。私が最初にここのバトルシステムをこっそりオンラインに接続したこと、ついでに白状しちゃうとサイドゼロの勝利を学園のみんなに情報として伝えたり、シャクノさんにバトルが始まるタイミングを教えたのも私。注目を集めることで生徒会側の不正や圧力を防ぎたかった。他にもいろいろサイドゼロが有利になるよう裏でこっそり動いてたわ。私
どうしても学園を元の姿に戻したかった。でも私自身が直接表に出て何かするわけにはいかなくて、結果的に君たちを利用するような形になってしまった。だからお礼とお詫びを言わなくちゃいけないのは私の方なの。本当に本当にありがとう。ごめんね、いろいろ黙っていて。それも全部解決してからこんな風に話すなんてずるいよね。そう、私ずるい大人なんだ。こうして直接君と顔を合わせることもできない。そっか、そこまで気づいちゃったんだ。じゃあ私たちの関係はここまでってこともわかるよね。ありがとう。でもこれ以上は本当にダメなんだ。だからね、よーし、それじゃあ最後に一回一緒にミッション行こう。いいでしょ、私の最後のわがまま。付き合って。楽しかった、本当に。これも君のおかげ。やっぱり私の方がお礼を言わなきゃダメじゃない。これからのガンブレ学園はまた誰でも自由にガンプラバトルが楽しめるようになる。だから君ももっといろいろな人と出会って戦ってもっともっと強くなれるよ。だから私とのミッションはここでおしまい。今までありがとう。うん、だからここからは独り言。君が卒業するまでは今まで通りオンライン上のフレンドでいてほしい。もし君が卒業しても私のことを気にかけていてくれるのなら、その時はまたここで会いましょう。じゃ、また